リピート率、うん、そうだ、定期の継続回数を伸ばす、まあ、その方法とか、定期じゃない場合は、まあ、当然リピート購入、まあ、増買でもいいけど、リピート購入してもらうということが、そのリピート率を上げることなんだけど、うん、そういう、これをするための、なんか方法、具体的な方法ってどういったものがあるんですか？例えば、今お話しあった定期で言うと、二つ、これも大きくあってですね。一つは、その先継続していただいている方の、まず、まあ、訂正情報というんですかね、声、持っているあの状態、感想っていうのをまず明らかにすると。はい。で、初回の方が持っている、例えば、あの、声も、まあ、明らかにして、その際が何なのか、をまず把握して、で、継続していただいている方は、その継続されている方の、あの、マインドセットに変わってくるわけですよね。なので、それを醸成させるような、例えば、これはまあ、メールなのか、最近だと LINE なのか、DM なのか、お電話なのか、あの、いろいろなそのコミュニケーションチャンネルがありますけれども、きちんと情報をこちらから提供していく、お伝えしていくということ、はい、ですね。これは継続系の商品だと、まあ、このやり方であったり、あの、一般的に。で、かつ LTV にもヒットします。で、もう一つで言うと、辞めてしまっている方。まあ、残念ながら必ず、あの、解約される方がいらっしゃるので、なぜ解約されているのか。はい。その理由を未然に防ぐコミュニケーションを取っていくということですね。はい。この二つが、あの、とても大事かな。コミュニケーションチャンネルっていうもの。はい。この、LINE とかメールとか、いろいろありますが、なんか、どれがいいとか、どれを使ったら、あんまりこれはうまくいかないとか、はい、なんか、これ辺って、優先順位的なとかありそうですか？以前の傾向と最近の傾向ってまた少しずつ変わってきていますね。で、以前で言うと、やっぱりまだ LINE もそんなになかったと。で、デジタルで言うとメール。で、オフラインで言うと DM。あとお電話ですよね。はい。っていうのが、あの、中心で、あの、かなり効果もやっぱり大きかったんですけど、今だとですね、コミュニケーションチャンネルは増えてはいるんですけど、その一人当たりの、まあ、巣ごもりでちょっと上がってるかもしれないんですが、一人当たりの、例えばその SNS の時間が、じゃあ2倍3倍に伸びているか、そうじゃないんですね。なので一人が、その一人を見立てた時に、メールを触っている時間もあれば、SNS を触っている時間もあって、なので一つでどうこうというよりは、複合的にコミュニケーションを取る、コミュニケーションの仕方に変わってきてますね。コミュニケーションってね、うん、なんかそこ結構言葉的にはわかるんだけど、はい、じゃあ何のことなのかっていう感じでやってる、はい、コミュニケーションってどういうものコミュニケーションってよく、はい、例えば、これはメールでもあの LINE でも DM でもあのまあ同じような内容になることも多いんですけど、このあのサービスないしは商品を使っていっていただくことで。はい、こういうふうな変化が現れてきます。先への期待感であったりとか、例えばそれに対するお手入れの仕方であったりとか、これを何ヶ月続けていってくださいと。はい、そうすることで、あのこういう変化が現れてきます。そこに対してお客様の声であったりとかですね。はい、とか、商品提供側の私たちの思いみたいなものですね。はい、まあ、そういうものを通じて、お客様の世界観を理解をしていってもらうと。はい、だから、例えば、あ、1ヶ月だと使っている側のお客様は、1ヶ月だと効果が出るものではないんだと。これ3ヶ月頑張っている。こういう使い方をするといいんだと。はい、このぐらい服用するといいんだというのは正しい使用方法が理解されていると、はい。それが企業が考えていることとユーザーが考えていることが一致していくということがありますね。これが 100% になると離脱っていうのはゼロになっているっていう。接触頻度を無理やり増やして、たら、はい、結構疑われるんじゃないかと、ね、うん、そういう器具を、まあ、される利用者の方も多いと思うんですが、はい、接触頻度の適正な回数とかどうだろうね、はい、多ければいいのかとか、そのあたりどうですか、うん、多ければいい、少なければいいということではなくて、あのきちんとその理解浸透度っていうのを測るべきだと思います。例えば一度の情報で、はい、あのシンプルな商品であればもう使い方も明確、はい。で、使う量も明確であれば、商品を提供しただけで全てが理解できる情報であれば、それだけでいいと思います。はい、ただ、そうじゃないものが多いんですよね。
はい。なので、きちんと、1回だけではなくて、その回数に応じて、それが、その、何回が適切なのかっていうのは、ね、我々、その、支援をさせていただいている側で言うと、統計みたいなところで言うと、やっぱり大体5から7日に1回ぐらいのコミュニケーションは、取っていただくといいのかなと。購入後ですね。はい。感じはしますけれども、はい。ただ、まあ、それは今であって、これから、また変わっていくかもしれませんし、はい、ただそれが答えというよりはそのぐらいの頻度に分けて伝えたいことがあるからその頻度になっているっていうことが多いと思います、ね、うん、なるほどね、うん、はい、有料顧客を育てるためにはファンになってもらうっていうのを、まあ、簡単に皆さんマーケッターはおっしゃるんだけどそうですよね、まあ、ちょっとバカもできてたらもう、はい、苦労しないわという話だと思いますけど ね、まあ、すごいね、何年も30年も来てるブランドだったら、そういう好きとかね、ファンと言えるようなレベルっていうのは出てくるやろうけど、普通の総合通販だったり、単品通販で、ファンにするっていうのは結構相当難しいことなんじゃないかなと思うんですけど、まあその中でファン化は大事ということで、はい、ファン化ってどうやってやってたらいいんですか、何が大事なの。まずまあファンっていうのは、例えば有料顧客ということを同義だとするとですね、はい。有料顧客って、その全顧客数の、その1割いるか、1.5 割いるかぐらいの感じなんですよね。はい。で、それ以上に、やっぱり休眠のお客さんも多いし、その手前で止まってしまうお客さんも多いと。だから難易度はまず相当高いんですね。ただ、目指すべき部分としては、そう目指して、きちんとお客様に、理解をいただいて、はい。私たちが、こう、考えて思いですか、そういうことは、まあ、伝えていきましょうと。まあいうのはこれ前提としてやっぱり大事なんですけど、まあその中の施策としては、はい、例えば最近は少しずつやっぱり再度来ているなっていうのは、まあファンマーケティングみたいなことで、コミュニティーマーケティングって具体的に言いますかね。コミュニティを作ってですね、よく EC 通販企業さんとか出てきますけども、ファンコミュニティっていうのを作って、はい、その既存の会員さんしかなれずに、はい。その中で、例えば新しい商品のお知らせが先行的に届くとか、あとはその利用者、使用者さん同士で意見交換、情報交換ができる。はい。みたいな、その C2C のコミュニティが増えて、そこが活性化してきて、はい。自発的な利用につながってるっていう例は、増えてきますかね。そういうのは、単品通販系でも生まれてる。あります、あります。ありますよ。はい。なるほど。そうなると、はい、まあ、イメージもあれば、悪い部分も出そうやなっていう、うん、この、はい、このサービス悪いなとか、うん、この時こういう、そうですね、こういう対応してくれたから、はい、ね、他も対応してくれるじゃんみたいな、特別にみたいなこともありそうやけど、まあデメリットよりメリットが大きいってことですかね。そうですね。やっぱりそこは、企業さん側が運営するコミュニティなので、はい、何をオープンにするか、何をクローズにするか、まあやっぱり企業さん側が、決定権があると。というところと、あとはそのユーザーを制限されている企業さんも多いんですよね。例えば何回購入以上の一定の有料顧客の方だけにそのスペシャリティを提供するっていう意味ですね。例えば大手さんのメーカーさんとかもやってますけれども、年間購入回数何回以上で入れるクラブがあります。みたいなことが、はい。ありますけれども、はい、まあそういうマーケティングがやっぱり活性化してきていたりとか、うん、はい、あともう一つあるのは、きちんとそのお客様の声を見て、アンケートの利用っていうのが、再度見直されていて、はい、アンケートってただ、なんか回答してもらって、クオカードで、Amazon ギフト券で、ではなくてですね、はい、きちんとその、継続されているお客様の、その内面を解き明かしていくと。なんでその態度変容したのか、心理的にどういう変化があったのか、そこを読み取るためのアンケートの活用方法。それを、購入回数、まだ利用歴浅い方々にきちんとコンテンツとして当てていくっていうことが活性化につながっていますね。うん、なるほど。そうですね。あとそのね、CRM とか LTV を上げる、うん、この仕組みとか、まあ、プロジェクト的に動かそうというときに、まあ、一回やって終わりっていうもんじゃないんで、うん、しっかりこう PDCA を回すっていうのがすごく大事なと思うんですけど、PDC を回していく、うまく回していくための何かこうポイントとかありそうですか。私たちが考える PDCA なんですけれども、3つあると思っています。1つは、きちんと自社の状況を把握すると、まあ、我々顧客分析って言いますけども、顧客分析と、あとはそこからの打ち手ですね、いわゆる CRM 施策と言われるもの。で、もう1つは、その施策によって効果はどうだったのか、効果の検証
ですね。はい。この3つのカテゴリー。なんで分析施策検証っていうのを、これをまあ PDC を回すと。で、やっぱりその顧客数が何千人とかでも何万人、何十万人とかでもそうですけれども、できる限り、そのお客さんが得たい情報を得たいタイミングで、得たいあの媒体でっていう話になるので、はい。あの、手作業だともうなかなか難しいと。現実的ではないので、そういうこうシステムが、あの、代わりにやってくれるところはシステム化した方がいいだろうと。っていうところ。ただ考えるのはそこは人だったりしますから。はい。きちんと CRM の担当ついていただいて、それは、あの、例えば、松清さんであったりですね。そのディレクションをしていただける方。はい。っていうのを社内にいればいいんですけど、いないことが圧倒的に多いんですから。はい。まあそこはやっぱり、あの、社内に知見を貯めるという意味でも、うまく、あの、外部の方を、はい。まあ活用させていただくというところだと思いますね。LTV を高めることの意義とか方法のところを話を伺えたんで、まあ、そこの、まあ、人を役、まあ、買ってくれるというところの打ち出の小槌というのがね、どういうものなのか、はい、まあ、次回の動画でお話を伺いたいと思います。はい、本日は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。